きな町じゃな。魚の住んでいる田舎とはわけが違うのだ。むか。まったく猫はしつけがなっとらん。獣はこれだから。むか。フィルス、仲裁しなよ。アビー、それは不可能というものだよ。困ったわね。なんとか仲良くできんものかの。アイシャ様。ラビーさん、お帰りなさい。皆さんもご無事で。ただいま。はじめまして、美しい方。私は翼の部族の義勇士人、フィルスと申します。フィルス、ホークアイフィルスですか。おや、どこでそんな名前を。体はこうしてこの場所にあっても、私は様々なものを見ることができるのですよ。なるほど。予知アイシャ様の噂は我々翼の部族でも聞き及んでおります。以後よしなに。こちらこそ。わらわはアクエリの巫女シーファじゃ。ああ、あなたが。初めてお目にかかります。糸気高き青の巫女よ。私は予知者アイシャと申します。以後お見知りおきを。ご丁寧な挨拶痛み入る。アイシャ殿、なんだか難しいこと話してるよ。そういえばシーファってお姫様なんだよな。あの食いっぷりを見てるととてもそうは思えんが。アリス様の足取りはつかめましたか。うん、アイシャさんの言った通りアーティファクトを回っていたみたいだけど、青の部族を訪ねたとかわからないんだよ。そうですか。それでアーティファクトは。うん、それがね。なるほど、わかりました。敵は確実にアーティファクトを狙ってきているわけですね。プロの同士はアーティファクトテッラを手に入れました。残るはここにあるアクエレと、安全な場所で守られているシルバリで、そして失われたアーティファクトイグニ。失われた？ええ、赤の部族の衰退の原因となったアーティファクトイグニです。イグニ、赤の部族の衰退って。今から10年ほど前、アーティファクトイグニが何者かに奪われました。守るべきものを失った守護部族はいつしかチリジリになり、イグニを守っていた赤の集落も今では廃墟となっている。でもそれって確実な話じゃないよね。ええ、風聞でしかありませんね。それならまだ赤の集落にイグニがあるかもしれないんだ。確率は低いと思われますが、それに赤の集落には不吉な星がかかっています。でも今は他に手がかりがないよね。それは確かにそうですが、黒の同士ってやつがどんなことを企んでいるかわからない。けど少なくともそいつにアーティファクトを渡しちゃいけないってことはわかるよ。ええ、俺赤の集落に行ってみようと思う。もしかしたらアーティファクトイグニについて何か情報が得られるかもしれない。わかりました、アディさん。でも十分注意してくださいね。うん。皆さん、旅の疲れが溜まっているみたいですね。今日くらいはこの街でゆっくり休まれてはいかがです。そうだね、休息は大事だってお師匠も言ってたもんね。そういえば町外れに温泉があるんですよ。温泉？どうしたの？サイヤ。温泉はいいわよね。乙女のロマンよ。温泉はいいね。男のロマンでもある。そ、そ
そうなの？アーディ、お前にはまだわからんかもしれんが、そうなんだよ。でも俺、お風呂嫌いなんだけど。子供だな、アーディ。なんでお風呂嫌いだと子供なのさ。お風呂は嫌いなのだ。体を清めるなら真水で十分であろう。変なところで意見が合うのね。わらわは別に獣と同じ意見なわけではないぞ。アビーだって魚と一緒なんてごめんなのだ。ナビーさん、シーファ様も。まあ確かにもう少し親睦を図る必要があるようじゃな。じゃ決定ね。温泉か。いってらっしゃいませ。あ、何です？アイシャさん、これ割引券です。よろしかったら使ってくださいな。なんでアイシャさんがそんなものを？内緒です。それじゃあ行くとしますか。温泉楽しみね。どうしました？アディさん、アイシャさん、俺変なんだ。変な声が頭に聞こえたり、見たこともないアーティファクトが使えたり。アーティファクトを使った？あなたが？うん。それではやはりこの子が15年前の。アイシャさん？あ、ごめんなさい、ちょっとぼーっとしてて。アイシャさんでもそういうのあるんだ。そうですね。それで先ほどのあなたのことなんですけれど。うん。ごめんなさい、私にもわからないことはあるのです。そっか。世の中には不思議なことってあるものですからね。俺変じゃないかな？大丈夫です、大丈夫。アディさんはタリス様の一番弟子なんでしょ？うん。そんなにイジイジしたアディさんを見たらタリス様はなんておっしゃるかしら。きっとどやされちゃうね。うん、あんまり気にしないことにする。はい、温泉にでも入ってリラックスすることですね。ありがとう、アイシャさん。アーディ、何してるの？置いていくわよ。あ、待って待って。タリス様、真実をあの子に教えてもいいのでしょうか。残酷な真実を。あんなにいい子なのに。温泉だよね。そのはずよ。俺にはただの穴にしか見えない。俺にもだよ。お湯が枯れているようじゃな。よう、あんたたち温泉客かい？そうだけど、あんたは？俺っちはここの管理人さ。管理人さんか、それはちょうどよかった。これは一体どうしたことかの？ちょっと前から枯れちまってるんだよな。なんでまた？源泉にモンスターが巣を作っちまってお湯が引けないんだよ。じゃあその巣さえなんとかすれば温泉は再開できるんだがな。どうする？ここまで来て何もしないで帰るのもバカバカしいしの。困ってる人を捨ててはおけないよね。じゃあその源泉へ行ってみようか。このパイプを伝って山の上に行けばいいのよね。ああ、着いた着いた。フィルス、ずるいぞ。ほとんど飛んでたじゃないか。バカ、飛ぶのも疲れるんだぞ。そうなの？俺飛べないから分かんなかったよ。アーディ、
飛んでる方がしんどいなら俺だって歩くよ。本当にお前は単純だな。あれじゃない？なるほど。あれじゃお湯が引けないな。おっと、気をつけて、先立ってるよ。変だな。何？あのモンスターは普通人は襲わないんだが。でも実際こっち見て先立ってるよ。待って、なんだか様子がおかしいわよ。なんだい？あれは何？生まれたばかりの子供のようじゃの。じゃあ出産のためにここにいたんだ。みんなちょっと待って。サイヤ、危ないのだ。ごめんね、痛かった？サイヤ大丈夫？見てて。ごめんね、もう痛いことしないからね。チリッ。ほら、落ち着いて。子供も生まれたんだし、もう山へお帰りなさい。サイヤ、すごいや。すごいのだ。見事じゃな、サイヤ。怖かった。無駄な殺生をしなくてよかったの。やっぱり、サイヤの勇気をたたえて一曲歌おうか。それはいいです。フィル、かわいそうなのだ。じゃあダビーはフィルスの歌を聴きたいの？にゃ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 ん。そういえばフィルスは吟遊詩人だそうだな。ファラワは一曲聴いてみたいぞ。シーは余計なことを。余計とはなんじゃ。余計とはフィルス、歌がうまいんだよ。そうか、それじゃあリクエストにお答えして。ラーララー、その勇気は輝き。これはやっぱりひどい。歌、これが歌？シーファが余計なことを言うからなのだ。すまん、素直に反省する。フィルス、かっこいい。さあ次行こうか。いや、もう十分堪能した。下に戻りましょう。温泉も復活してると思うし。入る？当然レディーファーストだね。俺も入りたいよ。お風呂嫌いだけど運動したから汗流したいよ。アディ、我慢するんだ。そうすればきっといいことがある。いいこと？そうだ、俺に任せろ。というわけでお先にどうぞ。悪いわね。ではお先に。お風呂、あったかい水というのはどうも。さて。ねえフィルス、いいことってなんだよ。フィルス、アディにあまり悪いことを教えんでくれよ。モーさん、固いことはいいこなし。まあ目をつぶっててやるかの。わしにも覚えがないわけではないし。さすが話がわかる男だな。ねえフィルス、さっきから何の話をしてるの？アディ。何？温泉といったら楽しみは何だ？お風呂嫌いだから基本的に楽しくないよ。バカ、温泉といったら覗きだろう。女性の神秘を垣間見れる数少ない機会だ。これを見逃すようでは男じゃないぞ。そうなの？まあ女性というには少々若すぎるのも混じっているのが
難点といえば難点だが。さあ行くぞアディ。ほい。いいことってこれのこと？そうだよ、とっとと来い。サイヤ、大きな船なのだ。やだラビ、変なところ触らないで。うん、思ったよりは気持ちいいものじゃな。シーファってプロポーションいいわね。当然であろ。一族を滑るものが醜くては士気に関わる。ほらラビ、逃げないの。頭洗ってあげるから。こぞぐったいのだ。おお、みんな美しいな。天使のようじゃないか。どうしたアディ。あ、こいつ鼻血なんか出してやがる。あう、誰かいるの？しまった、人の気配じゃ。もだ。ああ、覗くなんていい度胸ね。そちら、命がいらないらしいな。のだ。これはだね、探求心と言おうか、無邪気な好奇心と言おうか。言い訳はいいの。覚悟しや。いくよ、いっせーので。キュッ、ひどいや。お主たち、なかなかやるの。シーファも強いのだ。ちょっと汚れちゃったわね。お風呂入り直しましょう。そうじゃな。了解。親睦は深まったようじゃな。結構結構。とほほ、ひどいよ。そうか、赤の集落跡へ向かっているのか。はい、JP、お前から見た連中の評価はどうだ？なかなか強力なパーティーのように思われます。何より、アーティファクトがあるのが厄介だな。はい、候補とはいえ、守護者もおりますし。直接対決は危険。ならば。赤の集落か。アイシャさんの話だと、もう廃墟だってことだったけど。何か情報が手に入るといいの。ま、行ってみるまではわからないことだな。赤、そういえば森に火をつけた連中も赤い髪だったね。赤の部族、チリジリになった後はあまり良い噂を聞かないけどね。黒の同士の手先か。バニティ、あの子も赤い髪だったよな、あの時。バニティも悪い奴らの仲間なのかな。でも泣いてた、泣いてたんだよな。どうしたのアディ、ぼーっとして。なんでもないよ。あまり遠くに行っちゃダメよ。はーい。ほら、
取りやすいよ。あら、ほんとね。今晩のおかずに買っていこうかしら。あれ、ここって廃墟？小さいけど、賑やかな町なのだ。変ね。復興したのかの？とりあえず、宿を探して情報収集ね。いらっしゃい。旅の方とは珍しいね。泊まりはいくらだい？一部屋で50ゴルトだよ。ねえ、親父さん。なんだい？ここって赤の集落があったところだよね。赤の集落？ああ、ここができる前にあった町だね。じゃあここは赤の集落じゃないんだ。ここはカーメンの町だよ。最近できたんだ。そうなんだ。じゃあ二部屋お願いするよ。あ、いいよ。なんだ、誰かが見てる気配がする。どうしたの、フィルス？なんでもない。先に部屋に行っててくれるか？いいけど。似てる、フェリシア。あのどうしたんだい？あ、何？なんでもないの。うん、猫？なるほど、わかった。手伝ってやるよ。みんなにも言っといた方がいいな。おいで。ほら、こっちだよ。というわけなんだ。探し物ね。猫？猫。どうしていなくなっちゃったの？一緒に探しに行くって言ったろ。だから泣くなよ。探しに行こうな。笑ったのだ。はあ、女の子が泣くのは苦手だよ。じゃあフィルスさんはその子を手伝ってあげるのね。俺たちも手伝おうか。いや、俺一人で大丈夫だ。みんなはアーティファクトの情報を集めてくれ。わかった。じゃあまた宿で。これかな？違うか。これじゃないよな。違うの。やっぱり。あれ？違うと思う。どんな猫なんだ？黒いの。黒猫ね。ごめんなさい。いいさ、乗りかかった船だからな。もしかしてあれか？違う。
難しいな。お兄ちゃん、ありがとう。気にするなよ。エモ、そういえばまだ名前聞いてなかったよな。俺はフィルス。フィルス？そう、愛の吟遊詩人フィルス。私、リーア。リーアっていうのか。いい名前だな。ありがとう。頑張って探そうな。うん。これかな？違うと思う。そっか。ねえ。なんだい？お兄ちゃん、なんでこんなに親切にしてくれるの？フィルスお兄ちゃん？俺には妹がいたんだ。妹さん？ベリシアって言ったね。リーアに少し似てたな。似てたの？ああ、少しだけね。ごめんなさい。どうしたんだ？お兄ちゃん、悲しそうな顔してた。気を回しすぎだな、リーアは。さあ、探そうか。うん。ああ、そろそろ日が暮れるな。今日はこれくらいにして、明日また探さないか？うん。家はどこだい？送ってくよ。リーは？わかんない。わかんないって。わかんないの。おかえり、フィルス。ただいま。みんなどうだった？ダメだよ、収穫ゼロ。こっちも、ラービーも何にも分かんなかったのだ。フィルスの方はどうだったの？って、なんでその子がいるの？どうやら迷子らしい。迷子？そのまま放ってもおけないから連れてきたんだ。おかしいな。先ほどまでいたはずだが。とりあえず夜も更けてきたし、今日は私たちの部屋に泊めてあげない？そうだな、それがいいと思う。じゃあ一緒に寝るのだ。リーアちゃんだっけ？うん。じゃあおやすみなさい。おやすみ。むにゃむにゃ。もう食べられないのだ。できないよ。リーア？お兄ちゃん。どうした、リーア？逃げて、お兄ちゃん。逃げる？逃げるって。いいから、みんな起こして逃げて。リーア！やったの？できないよ。ダメだよ、リーアちゃん。そうだよ、同志様の追いつけを守らないと。私たちは。何の話だ？じゃあしょうがない、私たちで何とかするしかないね。殺すってこと？しょうがないじゃないか。でも、あの人たちは生きてるんだよ。あの子供以外は殺す。そういう追いつけだよ。しょうがないよ。フィルス、優しくしてくれたし。わかった。あんたは下がってな。俺たちがやる。起きろ、アディ。どうしたの、フィルス。うるさいの。アディ、みんな起こしてくれ。なんだか様子が変だ。これは廃墟だな。
昼間の街はどこに行っちゃったの？幻術。幻術？そんなバカな、なのだ。街一つを覆い尽くすような幻術なんて。しかし他に考えようがないぞ。幻の街ってわけか。あんたたちに恨みはないけれど。死んでおくれ。なんだって。みんな気をつけて。アクエレ、何？どうしたの？アクエレが何か言っておる。アーティファクトって喋るの？意志を持っている。目の前の者どもは死人じゃ。どういうこと？黒のエッセンスマジック、禁止なのだ。命をもてあそぶ邪法か。最低だな。やはり死人では相手にならんようだな。お前は。お前が黒幕か。主の命により、青のアーティファクトをいただく鍵たる少年以外は邪魔だ。なんだと。気がつかないのか。お前たちはすでに我が術中にはまっている。これは死人たちの屍が魔法陣となり、お前たちを縛る。いわばこの町全体が結界となっていたのだ。このままではやられる。ダメー。何？リア！体が動く。術が解けたか。死人の分際で余計なことをしてくれたな、ベルザード。リア！リア！ごめんなさい。リア？私、殺せって言われて、でも、できなくて。お兄ちゃん、優しかったから。リア！優しくしてくれてありがとう。いいよ、この町はとうの昔に滅んでいたんだから。だからいいの。ありがとう、イルスお兄ちゃん。リア、この子が、こんないい子が、なんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだ！お前か！お前がやったのか！そうだ。この町に眠る死者の思いを使ってな。世界史だってしてはいけないことだ。人の思いをもてあそぶなんてことは。思いをもてあそぶ。わからない。許さない。許さないぞ！このフィルス・ア・クレアール、今初めて本気でお前たちの敵に回る。フィルス！一人で無茶するな。うん、女？大丈夫か？戦いの最中に気を取られているからそういうことになる。お前は。少年、アディと言ったな。会いたかったぞ。お初にお目にかかる。我が名はウルラス。黒の同志とも呼ばれている。黒の同志。お前がウルラス、ウルラスと言ったか。そう、それが我が名だ。伝説の魔導士の名前じゃ。それは伝説の魔導士。
今から15年前の魔界との戦いで守護者たちと共に重要な役割を担った魔導士。そんな要件は手短に済まそう。お前たちが持っているアーティファクトを渡してもらいたい。やだ！一つ言っておく。お前たちが生き延びていられるのは我にとって利用価値があるからに過ぎない。お前たちの屍からアーティファクトをもぎ取ってもこちらとしては一向に構わないのだぞ。お前はなんでこんなことをするんだ。正義のためだ。正義？そうだ。世界は制御されなければならない。かつてこの世界を侵さんとした異世界よりの侵略者は未だにその信仰を諦めてはいない。今のままではこの世界は滅びるのだ。故に力ある者が世界を統一制御し侵略に備えなければならない。そのために少年、お前たちが持っているアーティファクトが必要なのだ。認めない。何？どれだけ立派な理由があろうと、死んじゃった人の心をもてあそぶような正義、俺は絶対認めない。我が意が通じぬか。ならば仕方あるまい。出番のようだな。赤毛の戦士か。いたな牛野郎。お前は俺が壊してやるぜ。来い。バニティ。アディ。結構な数だぜ。なんとか切り抜けないと。あれはアーティファクトイグニ。なんだって？あの娘が持っているのは赤のアーティファクトじゃ。殺してもいいんですかい？少年は殺すな。あとは構わん。勝手なことを。いでよ、虚ろなる魂の器ども。来るよ。キリがないよ。このままじゃ自利品だな。グッ。ヴィルスさん、大丈夫？さっきの怪我が。平気さ。アーティファクトを使う。お主ら、時間を稼いでくれ。わかった。任せろ。アーティファクトアクエレ、豊穣なる海の青よ、わらわに力を、力を貸して。まずいな。バニティ。はい。アーティファクトイグニ、灼熱の炎たる赤よ、我に力を。ああ、身動きが取れない。どうなっちゃうの。くっ。しまった。アーティファクトが。ダメじゃ、ここは撤退しよう。行き止まりだ。飛び降りるしかないな。ここは俺が時間を稼ぐ。お前たちは先に行け。え？俺には翼があるからな。大丈夫、後で追いつくさ。そんな、ダメだよ。無事に逃げ切れよ。フィルスさん。フィル。フィルス。フィルス。グズグズするな。行け。さて、この傷じゃどちらにしても逃げ切れん。アディ、お前たちだけでも無事に逃げ切れよ。やるか。我が名はフィルス。翼の部族にてホークアイの称号を持つ者。我が名にかけてこの先には一歩も進ません。フィルス！フィルス！ああ！
ディ。大きな怪我はないみたい。よかった。いたか、バニー。兄貴、どうしよう。バニー。ううん、まだ見つからない。そうか。じゃあ俺は向こうを探してくる。兄貴、ごめん。このままだと見つかっちゃう。洞窟、あそこなら。あっしょ、あっしょ。地盤が緩んでるみたいね。気をつけないと。気がついた。サイヤ、一体俺どうしちゃったん。俺崖から落ちて。バニティ。大声を出しちゃダメ。この洞窟、地盤が緩んでるみたい。ここは、俺、一体。崖の下の洞窟、あんた倒れてたんだよ。バニティが助けてくれたの。みんなは？私が見つけた時にはあんたしかいなかったよ。そっか。じゃあきっとうまく逃げられたんだな。よかった。あんたを見捨てて逃げたのかもしれないよ。そんなこと絶対ないって。楽天家なのね、あんたって。そうかな。うん、ありがとう、バニティ。バニティ、なんで、え、なんでそんな優しい目で私を見るの。わかんないよ。バニティこそなんで俺のことを助けてくれたの。クロノ同士の仲間なんだろ。わかんないよ、私にもわかんない。あのさ、あのね、何？なんだよ。そっちが先に行ってよ。そっちこそずるい。そっちのはずるいよ。大きい声出しちゃダメだって言ってるでしょ。そっちこそ声大きいぞ。あ、しまった。とにかくここから出ないと。うん。ダメだ。掘っても掘っても崩れてくる。ねえ、バニティ、聞いてもいい？何？バニティは、なんであいつらの味方をするの？他に、行くところがないから。え？私たちの部族はね、世界中で嫌われてるの。大事なアーティファクトを俗に奪われ、世界のバランスを崩したって。そんな。傷だらけでさまよっているところを、ウルラス様に救われたんだ。その上、ウルラス様は赤のアーティファクトを取り返してくれた。それにね、兄貴がいるから。お兄さん？うん。兄貴がウルラス様のために力を貸すって決めたから。私には小さい時から兄貴しかいなかったんだ。今だってそう。
バニティ。同情ならいらないよ。アディは？ん？アディはなんで、ウルラス様に逆らうの？納得できないから。納得？うん。いきなり森に火をかけたり、アーティファクトを奪うために人を傷つけたり。本当に正しい人なら、そんなことしないと思う。アディは単純だね。お師匠にもよく言われるよ。なんだよ。気配がする。なんか来るよ。やっつけたね。でも、どうしたらいいんだろう。閉じ込められちゃったみたいだし。まだ、そうと決まったわけじゃないよ。え？ほら、かすかにだけど、風が吹いてこない？本当だ。洞窟の奥で、どこか外に通じてるんだよ。行ってみよう。ずいぶん奥に来ちゃったね。風が強くなってるから、もう少し進めば外に出られると思うけど。ねえ、バニティ。何？さっきの話なんだけどね。さっきのって？俺が、バニティを見る目が優しいって話。うん。俺、バニティが好きなんだと思う。え？だから、バニティが好き。何度言えばいいかな。だって私は赤の部族でウルラス様の仲間で、その上お前を狙ってて。でも好きなものは好きなんだから仕方ないよ。嘘？なんで嘘つかなくちゃいけないかな。俺よく考えてみたんだ、歩きながら。うん。俺ってさ、お師匠に拾われてからずっと森の中で暮らしてきたんだ。拾われた？うん。俺、捨て子だったみたい。それでね、初めて森の外に出て町に行った時、バニティに会ったんだよ。初めて会った時？そう。変な奴らに絡まれてて、相手は男で大勢いたのに、バニティまっすぐ相手を見てた。強い瞳でまっすぐ。でも強いけど寂しそうな目をしてた。俺何も考えずにバニティを助けようと突っ込んでいっちゃった。きっとあの時バニティを好きになったんだと思う。まっすぐな目、アディ。私にはあの時あんたの目がそう見えたよ。赤の部族の私を明るくまっすぐな目で見て笑ってくれたんだ。バニティ？アディ、あのね。モンスター、こんなところにも。気をつけてバニティ。ちょっと疲れたね。うん。あ、ほら。何？光が見えるよ。本当だ。外に出られるんだね。うん。なあ、まぶしいや。もう日の落ちる時間なのね。夕焼けの色。バニティの髪の色だね。あ、お前は敵なんだからな。え？あんまり仲良くしちゃいけないんだ。バニティ。バニ。え？私のことはバニって呼んで。バニ。うん、
バニー、バニー、おーい、アディ、ああ、みんな、やっぱり無事だったんだね。あ、バニー、アディ探したのだ。心配したぞ。まったく、どこに寄ったのじゃ。みんな、無事だったんだね。よかった。フィルスは？ラビ、いないのだ。フィルがいないのだ。フィルス、フィルス、どこに行っちゃったのだ。フィルス、ここは一度セルリアの町まで戻った方がいいじゃろう。そんな、フィルを置いていくのは嫌なのだ。ラビ、フィルスはそんなことは望んでおらんと思うぞ。シーファ。大丈夫、フィルスはきっと無事だよ。先に戻ってるかもしれないしね。アディ、モーさんもそんな顔しないで。すまんの。とにかく一度町に戻ってアイシャさんと前後策を考えましょう。うん、そうだね。フィルスがやられちゃうわけないしね。後で追いつくって言ってたし。それよりも、すまぬ、わらわの油断じゃ。シーファのせいじゃないよ、大丈夫。アディ、大丈夫だよ、俺たちまだ生きてる。生きてれば何だってできるさ。アディ、いつの間にこんなにしっかりしたの。戻ろ、セルリアに。ルークか。貴様、何を考えている。何のことだ。アディのことだ。なぜ俺に奴を殺させない。ここに閉じ込められているのが不満か。当たり前だ。珍しく感情をあらわにしているな。なんだと。お前を外に出さない理由は簡単だ。お前の片割れ、あの少年の方が計画に向いているかもしれないと思ってな。何？アーティファクトは使い手の心を読む。あの少年ならいかなるアーティファクトも心を開くだろう。お前にできるかな。俺はアーティファクトを操る者として作られた。あいつにできて俺にできないことはない。しかしお前には心がない。お前の心は作られた時に全てあの少年に持っていかれたのだから。お前は泣けない。お前は笑うことができない。私があの少年を選んでもそれは仕方ないことであろう。お前はアディを殺せば俺の心を取り戻すことができると言った。確かに。ならば俺は奴を殺す。そして取り返してやる。勝手にするがいい。どうした、ティア。ルーク様、心配です。あれはお前が育てたようなものだからな。オートマータにも心があるか。ティア、戦います。ルーク様のために。好きにするがいい。愛情か。そんなものがあるから数多のものが道を誤る。
遠いね、セルリアの町。うん。みんな、元気出しなよ。うん。早く、アイシャ様に会いたいのだ。もうちょっとだからね、ラビー。誰？何、アディ。誰かがこっちを見てる。あなたは？ルークと一緒にいた。ティアさん。ティアさんって言うんだろ？アディ？夢で見たんだ。夢の中の俺に優しく微笑んで。ルーク様です。え？あなたの夢の中のあなたは、ルーク様。私は、あなたには、笑わない。ティアさん？あなたを殺します。え？待って！サイヤ！あなたとは戦わない。あなたを殺すと、ルーク様が悲しみます。だったら、アディとも戦わないで！ルーク様のため、戦うのです。そこを、おどきください。あ！いでよ、暗き者どもよ。私の邪魔をさせるな。ルーク、様。オートマータだったの？オートマータ？魔法で作られた自動人形のことじゃな。人形だったか。ルーク、様。敵の情報を引き出せるチャンスじゃな。奪ったアーティファクトをどこにやったのじゃ。答えよ。あくまで口を割らないというのなら。待って。どうする気なの、シーファー。どうせ動かさぬ口なら昨日ごと止めても。シーファー、ダメだよ。殺しちゃダメだ。アディ、これは人形じゃ。殺すも殺さないも。人形だとか人形じゃないとか、そういうことじゃない。とにかくそんなことしたらダメなんだよ、シーファー。何をわけのわからんことを。まあまあ、落ち着け、二人とも。モーさん。すまんが、シーファー。ここはアディの好きにさせてやってはくれんか。なぜじゃ？この人形、どう考えてもコウコの憂いじゃ。アディには考えがあるようじゃ。どうやらこの人形のことを知っているようじゃしな。さすがモーさん。俺のこと、何でもお見通しなんだね。お前は説明しなさすぎじゃ、アディ坊。まず一人で走るのは悪いことではないが、仲間のことをもっと考えた方がいい。わしはそう思うが、どうかな。ごめん、モーさん。おっと、謝るのはわしにかのう。シーファー、ごめんよ。でもお願いだ。俺に、ティアともう一度話すチャンスをくれないか。あ、勝手にせい。ありがとう、シーファー。ティア、俺はティアを何年も前から知ってるよ。どういうことじゃ？みんなが知らないのも無理ないよ。夢の中で見たんだ。いや、今わかったよ。あれは夢だったんじゃない、ルーク。そうだよ、俺夢の中ではルークだったんだ。暗い部屋の中でいつもうずくまってた。いつも暗い部屋で一人ぼっち。一人ぼっちじゃなかった。いつもそばには
ティアが、ティアだけがいたんだ。ルークにはティアだけだったんだ。だからそのティアが俺を殺そうとしているなんて理由は一つしかない。ルークはどうして俺を殺したいの？教えてくれないかな。ルーク様は心を奪われたのです。心？だから心を取り戻すために戦うのです。今のままではルーク様は私と同じ人形なのです。ちょっと待ってよ。ルークの心が奪われたこととルークが俺を殺そうとすることに何の関係が？ウルラス様はおっしゃいました。アディ、あなたがルーク様の心を奪ったと。それどういう？この気配、凍りつくような殺気。ルーク！久しいな、アディ。ティア、なぜお前が？ルーク様。先走ったことを。メイド仕様のオートマータが戦えるはずもないだろうに。ルーク！この人はあなたのために。人？こいつは人ではない。俺と一緒でな。俺の半身よ。今日こそは決着をつけよう。ルーク、今のは一体？勝負だ、アーディ。やめて、ルーク。黒の同志は、口で正義を唱えながら、破壊と略奪を繰り返すような人よ。なんであなたがそんな人の味方をするの？サイヤ。アディ！サイヤ、下がってて。覚悟を決めたか？ルーク、俺、負けないよ。負けられない理由がある。なんだと？お前は、この人のことを見て、何とも思わないの？そんなの間違ってる！この人は、お前のために戦ったんだよ。分かったようなことを。夢で見たんだ、この人が優しくしてくれるのを。俺たちはいわば兄弟のようなもの。同じコインの裏表。そうだ、そして夢。俺たちはお互いの生活を夢として見ることがある。夢を通じてお互いを。そうだ。じゃあやっぱりあの暗い牢獄みたいな部屋にいつもリュークは。夢を見る。愛され、守られているお前の夢だ。俺が持っていない、欲しかったものすべてを持っている、お前の夢だ。ルーク。どれだけ望んでも、手に入れることは叶わない。いつも日の当たる場所にいるお前に、この俺の思いなど、決してわかるまい。そうかもしれない。でもルーク、俺はお前には絶対負けられない。お前がなんで俺のこと狙うのかわからない。でも今のお前には負けない。自分のことを大事に思ってくれる人をないがしろにするようなやつには絶対負けない。ならばお前の言い分を証明してみせるのだな、この戦いによって。俺の
勝ちだね。アーディ。やめてください。お願い。ティア。ルーク様を傷つけないでください。情けをかけるのか。俺、戦えないよ。甘いことを。行こう、みんな。アディ。ティアを。壊さないでいてくれて、感謝する。昔から知ってるんだ。殺せないよ。そうか。ルーク、俺たち、どうしても戦わないといけないの？ああ。あ、ティアさん、ルークの大事な人なんだ。なんだろう。胸の中がモヤモヤする。なんなの、この気持ちは。サイヤ。どうしたのだ？なんでもない。先を急ぎましょう。うん。あの山を越えれば、もうセルリアだよ。